で、ね、いい話もあって、いい話で言うと今回いろんなことがあって、皆さんからもたくさんね、たくさん、たくさんメッセージもらいました。本当感謝してます。めちゃくちゃ感謝してますし、YouTuber の人からもたくさんもらいましたね。まあタレントさんとかも結構くれました。あの友人とかね、昔の同僚仲間からもめちゃくちゃ来ました。で、僕すげえね、なんか感心したのは、これ名前出していいと思うんで名前出すんですけど、武田真治さんっているじゃないですか、芸能人のヤーマンとかの広告やってる武田真治さんってタレントさんいるんですけど、僕一回も会ったことないんですよ。でも美容にかなり気を使ってる方で、ヤーマンかなんか その美容機器とかのイメージとかやってて、かなりなんかこうちょっと僕よりちょっと世代上なんですけど、美に気をつけてるなんかこうナイスガイな方なんだなずっと思ってたんですけど、その方からですね、あろうことか DM が来て、僕一回待ったことないんですよ、はい、DM が来て、あの騒動があった後に、大丈夫ですかと、やっぱ言われないこと言われるの本当辛いでしょうねと、で、僕でよければ話聞くんでみたいな感じの文章だったんですけど、いつでも電話してくださいって言って電話番号書いてあったんですよ。僕それにちょっと感心しちゃって、だって会ったことないんですよ。会ったことがないから多分人となりもお互い分かんないし、ましては芸能人じゃないですか。で、まあ大手企業の広告とかやってる人なんで、そんなね、なんだろう、まあ決して安い人じゃないんですよ。安い人じゃないんですよ。でも本人が本案家でわざわざ電話番号書きます、だって書けなくないですか。はい、知らない相手に。でもタレントさんですよ芸能人ですよ。芸能人の方が電話番号書いていつでも電話くださいって言ってメッセージくれたんですよ。僕それめちゃくちゃ嬉しくて、まあ、知ってる人だったらねまだ分かるじゃないですか。知ってる人でもめちゃくちゃ嬉しいですよ。でも知らない人がそんな風に優しい言葉かけてくれて、あ、俺全然捨てたもんじゃねえな人生って思いました。はい、だから、まあ、丁寧にそこからお礼してね、まあ、そのやり取りで終わっちゃったんですよ。いつかね、なんか武田真治さんにはまあちょっとこれで恩じゃないけど、まあ、僕なんか義理人情をすごい大事にしてるんで、どっかのタイミングでちゃんと面と向かってありがとうって言わせてもらいたいですね、はい、なんか芸能人ってすげえ嫌なやつばっかなのかなってぶっちゃけ思ってたんですよ。あんまいい思い出なかったんで。でもなんかそういう心ある人、優しい人もいるんだなと思ったら、すげえ心あったかくなりましたね本当に、はい、武田真治さん本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りて改めてお礼をね言いたいと思います、はい、そうなんですよ